伊佐省出身だったんですか？あ、自分ですか？はい、自分長野の方です。長野の方？はい。15の年、もう16年の手前か。で、東京でできて。高校生の時ね。いや、もう結構受からなかったから、やることないから、東京出るから。おにぎりかにそれ間違ってくるよ。いや、まあ、そこ間違ってくる。おにぎりでヒットする。おにぎりでまだあ、まあ、バカにしてるけど、うまそうに美味しいです。あ、ありがとうございます。もう一本違うヒゲで、あの、めちゃんこ甘いですね。甘いです、はい、福島町、東方の福島町の食材です。取れないですよね。よりレアにしてますので、余熱が取る前とか。余熱が取る前、余熱が取る前お塩がいいかとかある。じゃ、塩がおすすめで。はい、どうぞ。経由さんなんで完全にもう聞いてませんか？聞いてないですね、相変わらず。いや、西村さん、なんでそんな変態になっちゃったんだよ。でも、もともと変態ですよ。生まれつき変態です。生まれつきからの方が同変態です。失礼しました失礼しました。いや、よくよく考えたら、ちっちゃい頃から変だってのなんて自分でも思います。Wi-Fi ってありますか？ Wi-Fi、 あ、 Wi-Fi は入ってるんですけど、電波がなかなか繋がらないですよね。これなんだろうね。ウストライドなんでキャンセルが出てるんですよ。誰か見るかな。だから時間がほら、あ、おそら文京区本郷三丁目にある天ぷら新作さんに伺っております。お塩で、これ塩がそれです。お塩の方が美味しいよ。はい、こちらです。すぐらで受けていただいてありがとうございます。スポーツビデオも撮ってるわけで、インスタライブもですよね。あっちで撮ってるわけでやるっていう、みんなが戦うな。おっさん2人も食べてもいいんで。あ、うまい、うまい、おいしいね。おいしいね。インスタライブって合わない。難しいです。あの、前足のとこだけ揚げるお店なんですけど、じゃあ肉つけるんですか？そうですよね、完全に肉の味がしたから。
あった方が美味しいっす。あった方が美味しいですよね。最初のコーナーします。はい。14日なんですけど、娘に捕獲されちゃって、行けなく、巣がもう行けなくなっちゃう。別日を。結婚されてるんですか？あと、バツ、バツ。バツ。はい。こんなんですけど、バツ。お嬢さん、今年一番驚いたの。お腹飛んじゃった。4日寝かしたキスで。なんかちょっとわかんちがすぎる。4日寝かしたキス。これ塩のがっすね。塩。お好みで天つゆでも美味しくいただきます。いつもの味ですな。ほら、自然さん。あと、苦手。何で娘に。いや、地元だから。いやない。こんな、こういうことは、人見知りがするんですよ。何なんだ。お肉、美味しい。あの、もともと。で、パンさんと私と、マサさんでお腹が痛かったね。すごいですね。マッサージ今日もしますよ。すごい。何ですか。もうマッサージ。お任せでいいです。はい、お任せでいいです。中で順目で。はい。酒が豊富なんですか。日本酒が、まあ中野だからですか。いや、そういうわけじゃない。酒が好きなんで。なんかもうシンプルです。すぐザルなんですよ。もうザルです。もうなんか三十でザルなんですね。ひどい飲みます。もう。酒強いメンバーで飲んでもザルって言われます、ね、もう潰れないですかじゃあ。いやでもこの前久々に15年ぶりぐらいに潰れました。15年ぶりぐらいに潰れた。確かにおいくつなんですか。今もう35です。35歳、はい、じゃあ14年、昭和60年ですか。昭和60年。わ、同い年だ。あ、同い年。運転ですね。これはなんか運命じゃないですか。これはなんか運命ですね。この前だからシャンパン5本とワイン2本飲んで、さすがに潰れます。シャンパン5本ってすごい。そういう感じなんです。シャンパン5本。2時間ぐらい。2時間ぐらい。2時間ぐらいで2人でこうカードゲームしながら。すごい。変態だ。なんか、一行ずフィルムに変態が揚げる天ぷらとかが題名大好き。うちの動画出てる人、変態多いんですよ。変態多いんです。変態多いんですよね。これまともだから。どうなんだ。いや、家だとめっちゃ静か。今日3日寝かしたスニーカーです。余熱が通る前に真ん中がレアになってますので余熱が通る前からさ、はい、塩がおすすめ。塩で、はい。もうさっきは塩でしょ、こっちで。塩がおすすめ。お天気でさっきは大根おろしの天つゆだけをすごく食べてるのです。つまみみたいな感じで食べてる。そう、つまみでも全然大丈夫。おかわりさん、さんとお客さんが結構かぶってんですよね。はい、新富さんとお客さん結構かぶってめちゃくちゃかぶってます。あれですか。めちゃくちゃ週に 3,4 回来ますよね、新富さんとかも。かぶってます。もう僕新富行きました。あ、そうなんです。はい、じゃあもう今日もかぶってます。私も行ってます。いやでもうまいです。うまいですね。新富行ってから天ぷら ED になるかと思ったんですけど。俺だってムッキーさんの下は結構俺信頼してるんですよ。ムッキーさんは俺の好きがすげえ知ってるんで、その中でこの店をめっちゃ勧めてくれたんで。ムッキーさん、なんなんすか。いやだってここ嫌いだったらもう行くとこないですよ。出た。もう日本にはない店が。日本でも好きしか言えないじゃん。でも今食べた感じめっちゃ美味しい。塩の方がいいですか。これも塩がすごいですね。基本全部塩ですね、もう。だいたい塩。一回も使ってないんですけど。こう、味が濃いとか、そういうのがあるから、できれば塩とかでも塩が。あ、そうです。これは、あの、お口直しにちょっと食べていただくという。なるほど。甘い。甘い。うん。野菜ってこんな甘いんですね。そう
そうですね、あとうちはもう衣をすごい薄くして脱水させるんで、やっぱ味の濃縮と衣を通すんですね。もうほとんどすごい薄いです。今日はこの回だけなんですか？前の回だった？いや、もう1回転だけですね、一応。はい、とにかく食材を置いておく冷蔵庫がもう1回転でパンパンですし、洗い場っていうかもうここしかないんですよ、水が出るとこが。だから洗い場がなくて、もう1回終わったらもうそれ一気にガーッと洗って片付ける。お昼とかはやる気はないんですか？お昼はあんまり仕込みが仕込みがあるところですね。従業員も入っても基本全部仕込み一人でやってるんで、まあそれ任せられないですよね。そういうタイプですよね。もうザ変態の人ですね。もう新作って字もだんだん変態って見えて、変態って書いたんじゃないか。新作と書いてある変態ってローマ字をなんかごちゃごちゃにしたら新作ってなったみたいな。なんか悪口じゃない。悪口になっちゃう。別に悪い気はしない。言われた方がちょっとイラッとする。なるほどね。わかるわその気持ち。思ったより普通ですねって言われてすげえショック。なるほどね。すごいショック。そう。あってみたけど。まあもうちょっと見透かされたみたいな。天ぷらの仕込みってどういうことやるんですか？あ、でもうちは普通の天ぷらの仕込みってちょっとやっぱ魚寝かしたりとか、あらかじめ水分抜いといたりとか。イカとかだったら今日はやってないですか、煽りだったらもう4時間5時間ぐらい前にすっごい細かい切り込み入れちゃう。ああ、はい、寿司屋ですね。仕込みがね、仕込みが同じネタを握っても美味しそうだな。そうです、昆布締めしてるんで、何もつけないでそのまま締めたら昆布締めしてます。いや、今のコメントこれも塩ですね。これそのまま、あ、そのままちょっと味が足りないやつも少しだけ塩つけて。いいかな。そう。うまい。温度、余熱だけの。ああ。水分、余分な水分抜きすぎたくない。出た。余熱だけのパターン。おいで。ってことはやっぱり 火の温度は低い、低いってことですね。これはだから全部入った時には150度ぐらいになる。でも子供がいいんでちゃんと油が切れてくる。もともと和食やられたとかですか、それとも天ぷら屋さんオンリーですか？もともと音楽っつって、あ料理自体27から始めた。店主あれですね、天ぷら好きが講じて、はい、天ぷら屋さんになったんですよね。で食べ歩きそうでもないみたいな。あれ、そういう情報も結構あるんですけど、もともと音楽やってて食べれなくなって、じゃあなんかこの情熱を何かにぶつけたいと思って、ちゃんと食べれるやつで。で、なった時に料理だったんで、料理がすごい昔から好きだったんで、それで調理師の学校行ったのが、まあ、フランス料理とか西洋の料理を教えてる学校で、ちょっとそのフランス料理っぽいお店でバイトをして、でもなんか違うなと。で、今度は和食っぽい。ぽいっていうのも変ですけど、そういうふうにすでにバイトしてダメで、ダメっていうか、まあ、それもなんか違う。で、なんかまあ自分で食べ歩いて勉強しようで、まあそれで天ぷら。三河さん、あ、三河もずっと、はい、そうですよね。何か追いかけたいんですよ、情熱を。そういう何か燃やし続けたいんだ。なるほど。じゃないとやばい方向に行っちゃって、もっと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 もこちら
昆布汁にした小柱です。で、何もつけずそのままか、塩でお召し上がり。やっぱ塩です、はい、これでも大根だとちょっと乗ったり。あでも怒んないですか？あ、全然怒んないです。もうここに出てきたらと直接昆布締めの小柱で何をつけてたのまだ、うん、やっぱり塩でたいいですよ、うん、これつけない方がいいです、絶対めっちゃつけない。昆布締めの小柱大根ほとんど俺しか使ってないなんか見えない。だいたい1回のコースどのくらいで作るんですか？あ、じゃあ2回で、2回ですか？ 1 回だけ付け替えます。そんなにいっぱい付け替えなくても状態変わってきますけど、そこをうまく教えてもらう。逆に利用して流れを流れをやってるんですね、裏でもうずっとワンオンパでやってたから車で言うみたいなもんですね。とにかくうまく工夫してどうやって仕事増やさないでお任せですか？お任せです。お任せだけ流れさえ作っちゃえば順番とかね。そうですね。私衣も大事ですけど、衣だけばっか考えちゃうと結局食材を結構どうしたいのかって何分かりかなって。本日2種類のウニ用意してます。であの1つ目があの北方の、エゾバフウニで、もう1つが浜中の養殖で天然痘養殖の食べ比べでお出しします。であの余熱ですぐ火が入っちゃいますんで、あのなるべく出てきたら早めにお召し上がりください。であのウニが食べれないって大干しのかき揚げちょっと共有してます。そうなんですか？はい、お寿司屋さんなのに。そうなんですか？そのまま少しだけ塩つけると全部がそうな感じなんですね。150度ぐらいだったんですけど、もうこれ見たら分かると思うんですけど、もう温度めちゃくちゃ低いです。150ぐらい。150度ぐらい。やっぱ低温なんだな。緊張低温ね、多いですよね。ニートもさんも低温でしたもんね。低温は脱水されますよ。熱圧もかかる。同じことなんで、今まで握りじゃないですか。蒸気の力が強くなっちゃうんですよ、高温になるとね。これだけ、だけどこれだけ細かいのが出てくるから、それだけ脱水されるものなんです。出た。でも昔ながらの手前だったらすごい高温でガッと上げますよ。で、熱い衣でやるんですよ。そうそうそう。違う、これで低温で。衣がいいと低温でも。衣細かい穴があるよ。うち水分結構多いんですけど、もちろんこうやって空気が入ったりすると、あともう一つ浄化できる要因っていうのは、入れた時に水分が蒸発するじゃないですか。沸点が低いんで、そこのところが基本になるんです。プロ見たら相当ぬるいって思います。そうですね、僕もちょっと和食やったことあって、はい、自分が習ったのとはもうだいぶ違う。そうだ、すごいなと思って今。でも結果は美味しければいいから。なんかパーツで揚げ方変えてるんですよ。あ、これ紙と紐でまた揚げ方変わります。あらららら、出し方も変えます。もう意味が分かんないですよ。はい、コロナの時期が暇だったんで、低温って言っても170とか60、うん、そうですよね。もうもっとふざけて思いっきり低温してやれと思って150度ぐらいでやったら美味しくなったんで。おーほーら、そう、低温で普通に180で低温が160だから、じゃあ概念を食おう。そう、160より低いって相当低いですよね。でこれをしかもその、ね、温度で入れて1個じゃなくて、そんだけ入れたら130ぐらいまで下がります、ね、下がります。もう煮るみたいな感じからだんだん揚げに入って、だけどちゃんと泡が出てるってことは脱水されて上がってるんですよ。
リーだってあんま出ないですね。あれは昼過ぎですけど、あれは煮るんだ。でもそこの温度で揚げるにはやっぱりその魚の水分量とかも計算してやってるってことですね。全部計算してます。もともとのおろしたての水分びっしり入ってるのだと逆にこう良くないですね。良くないです、ね、もう物によっては全然やっぱダメなんです。さっきは寝かせてどうのっていうのはそういうことですね。逆算してってことですよね。そうです、ね、その温度で揚げるためにそこまで仕込みの段階で持っていくってことですね。持ってきます。キスとかもそうです。やべ、専門人のこと詳しいっすね。プロですか。プロっぽいこと聞いちゃって。昔こうやって割ってたんですけど、今は割らない。結構割るね、割るっぽいです。低温も割っちゃう。もうあれは意味ないから。とにかく低温で揚げるから油ちゃんと切りたいんで、こっちで休ませてから。どんな感じで休んですか。唐揚げ。あれパフォーマンスですよね。まあ、喜びますよね。皆さん。臨場感もあって、うわ。なんかすごい、お肉さん。違う。形がどんな形。形は不動が巨大なんで。巨大なくて、そのまま言うの。そうですね。4月にタケノコと山菜食べに行こう。ウーロン茶ください。はい。花壇とは夜早い時間か、昼間だ。休みの昼間だってどちらですか。花虫。ありますね。こっちはまた全然違う出し方で、でも逆だとつまんなくなっちゃう。これは何で食べたんですか。まず一口目塩でどうぞ。多分天ぷらとは思えないような口当たりになってますか。しこの。はい。あんなに揚げてた。結構長い時間揚げてた割にはすごいふっくらしてますね。そうです。低温でやっぱ揚げるから熱圧がかかって脱水はするんですけど、水分抜けすぎなかったり負荷もやっぱかからないんで、そのまま身がちゃんと残る。はい、なんかもう煮るに。ああ、うん、しかも煮穴子の、うん、そう、大変な感じの、ね、そうめっちゃそう とろけるよ。水分の保持量がすげえだけどちゃんと脱水もされるから味もしっかりして、うん、髪の方はちょっと皮目の方が少し脱水されてカリッと焼けたような感じになるんで、うん、別の出し方しおいしい。むしろトロンとしてる、うん、なんか溶ける感じ、うん、高温で揚げるとたまにお店によっては皮目の臭いところが残ってるやつがあります。ありますよね。あれはだから蒸気の力で熱圧かかってないんですよ。これじゃあどういう原理かって言ったら、さっきも言ったんですけど、水が沸点で100度だから180度とかで揚げちゃうと、その沸点の100度が一気に爆発して熱圧自体がその100度に守られちゃって、あの外の180度かかんないんですけど、あのこれ150度とか140度とかだとその蒸気のパワーが弱まるんで、その熱の油が中に入り込んでくれたり、その熱圧がすごいかかってくれるから、それ温度が低いのに熱圧がかかるんだ。そうです、そうです。なんか温度が高い方がかかってるような雰囲気出てるけど、そうじゃないの。あのさっと上げると、はい、あの衣だけ焼けてるだけで身にそんなに熱圧かかってないんですよ。あ、だけどあれってさっと上げないと衣焼けちゃうから、結局色変わりますもんね、はい、焦げ臭くなんか生煮えみたいな中だけ。わかるような音楽に圧力かけてんだけど静かな音っていう感じですかね。ちょっと何例えばコンプレッサーかけて、はい、それだけどすごい音の鳴りが静かっていう、静かっていう、でもその圧は聞こえるみたいな。じゃあ俺もそのスタッフにやってみます。あんまり大きい声出さないけど圧かけてる目だけで圧かけて、そういう感じですね。こちら味付きなので何もつけそのままどうぞ。味付きです、何もつけないで。美味しそう。その味付きです。いや美味しいな感じ。え、この方では全く感じなかったですけどね。そうです、これはだからその油の衣の付け方とか、勝手に上の方ってずるって落ちてくれるから、うん、皮にその熱圧が余計かかってくれるんで、うん、いやこれうまい、これ面白いよ、また違う感じで、うん、そう焼きっぽいんですよね、うん、めっちゃうまい。あ、そうですです。結構あとこの後出すの焼きの要素すごい、あのめっちゃうまい。ウキさん、はい、めっちゃうまい。よかったです美味しいですよ、うん、美味しい。